NPB 選手会、野球ファンからの支持を完全に失う。FA 権取得6年に短縮、FA 移籍の人的保障廃止を選手会要求、NPB と保留制度改革、特別位。FA6 年の要望に非難殺到の模様。ツイッターでは選手会に対して非難拷問。MLB は選手会のせいで人気が低迷したって歴史があるのに、なぜそれを繰り返すのか。久しぶりの選手会。でも野球始まったらどうせ見るんやろ。ワイは見るけど他はどうやろな。実際 MLB は選手会のせいで相当な数のファンが離れた。国内 FA 短縮するより先に海外 FA 短縮すればええのにな。いやええことやん。ドラフトで勝手に所属先決まるんだから FA くらい短縮させてやれや。プロ野球っていっつも揉めてんな。コロナやら不況やらで各球団親会社がなんとか踏ん張ってると思うんやけどな。 MLB はまだ放映権料という莫大な収入源があるからええけど、 NPB は入場料多数グッズ収入で成り立っとるのに、応援しがいのある選手が早々に自チームからおらんくなるならファン減って自分たちの年俸にも関わってくるのに分かってないんやな。自動 FA も一緒に導入は当然やろな。あとドラフト指名権と交換にすればいい。選手会嫌いとまではいかないけど年々増長してるなってのは正直思う。数年以内に嫌いになってる可能性はわいもある。